山形市陸上競技場は山形県山形市の薬師公園内にある陸上競技場。施設は山形市が所有し山形市体育協会が指定管理者として運営管理を行っている。本校では2015年に同陸上競技場跡地に再開発して開場した山形市球技場についても触れる。1994年に 当時の NEC 山形サッカー部がジャパンフットボールリーグに昇格した際、山形県下で初めてのナイター設備を整えた多目的スタジアムとして改修が施された。陸上競技場と名乗ってはいるが、一般的なアンツーカーではなくシンダーのトラックになっている。1995年には山形県総合運動公園陸上競技場の改築工事に伴い、 主本拠地として使われ、その後も、準本拠として数試合開催した。2001年を最後に公式戦の開催からは、撤退している。1999年10月に開かれたモンテディを、山形 VS 川崎フロンターレ、及び FC 東京都の J2 の試合で、芝生の手入れが十分でなくまだら模様の状態で、開催された。2007万2008年は、 J サテライトリーグ戦の会場として、東京ベルギー1969や FC 東京、横浜 FC 相手に試合を行った。ピッチは1999年当時とは違い、きれいに整備されている。球技場改修後に設置されたクラブハウス競技場は1979年の開設以後、1986年に天然芝グラウンドの張り替え、1994年に、 モンテリオ山形の JFL 開催に備えたスタンドの改修や照明等設置などの工事をするなどの改修を続けたが施設の老朽化が著しいことを受け2013年から人工芝の山形市球技場として再整備を図ることになった。春工利用開始は2015年春頃とされたが2015年4月1日にオープンした。このため 現在の陸上競技場は2013年4月に一旦閉鎖されている。具体的な改修構想については、これまでの陸上競技用トラックを撤去し、サッカーラグビー場一面が取れるスペースを用意し、観客席1600人分、管理棟、クラブハウス、駐車場を設置するとしている。山形新聞の取材で、山形市スポーツ、 保健課の話として伝えたところによれば、これまで天然芝のグラウンドだと、週末や休日の利用が主で、平日は芝の養生などのため利用日が限られていたが、人工芝になることで、冬季の降雪期を除く、ほぼ毎日利用可能となるとしている。AB 山形市陸上競技場、人工芝の多目的球技場に利用は15年春から、山形市陸上競技場、 ありがとうございます。